どうもこんにちは、ジーンズ大和と岡崎明大店の影山です。ミリタリージャケット紹介シリーズ第3弾ということで、今回の、紹介するアイテムは N1 になります。はい、今回もですね、概要と、ディテールと着こなしの3編に分けて紹介していきたいと思います。今日は N1 の概要を紹介していきます。N1 はですね、第二次世界大戦からですね、朝鮮戦争にかけてですね、アメリカ海軍の、艦艇乗員用に作られた、作業用のジャケットになります。いわゆるデッキジャケットと呼ばれます。主にですね、甲板上でですね、働く、人のためにですね、支給されております。このカーキ色がすごく有名なんですけれども、1944年にですね、支給された頃はですね、1年間だけこのネイビーカラーと言われるものが支給されています。で、1945年からこのカーキのシリーズで支給されています。また次のですね、ディテールの説明の際にですね、説明しますけれども、この表地にですね、ジャングルクロスというですね、高密度のコットンが作られてますので、すごくですね、良い着こなすとですね、当たり感が出るジャケットです。いわゆるいろいろミリタリーのジャケットいろいろあるんですけれども、そのコットン系のですね、ミリタリージャケットの中ではすごくですね、人気のあるモデルになります。はい、じゃあ、次回ですね、ディテールの説明をしていきたいと思います。365日、ジーンズで遊ぼう、大和で遊ぼうをご覧いただきましてありがとうございました。